なんかこの辺っぽいんだけど、どこだ？なくね？ここ以外は見つけられたんだけどな。ここはマジわかんなかったな。この辺来ないし。待って、これどこ？あった！わかるかい、こんなん。誰が来んな、ここ。マジの端っこだな。実際全部雪のせいだ。まあ触るぐらいだったら全然、まあ今は触んないけどな。食ったりはさすがに小学校の頃もしなかったな。修学旅行、小学校の修学旅行的なやつでなんか雪のとこ行ったんだけど、ちょっとどこか覚えてないんだけど、雪食って腹壊してるやついたな。高熱出してた。瀕死になったね、雪食うの、それのせいで。でも危なかったね。俺そいつと仲良かったから、うぃ、食うぜ食うぜみたいになってた可能性はある。そいつが我慢できずに一人で食ったことによって、避けられた未来だったけど。小学生でも雪が汚いことぐらいわかれ？お前舐めてんな、小学生のこと。いや、小学生はそれでいいんだよ。そう、分かっててもやるね、俺なら。まずは口に入れてみる。赤ちゃんと変わんないから。味も見ておこう。って感じになる。